島第一原発の1号機から3号機では、溶け落ちた核燃料、デブリの取り出しに向けた内部の調査が進められています。このうち1号機では、先週、新たな内部の映像が公開されました。原子力を所管する経済産業省の木野正人参事官です。いや、それにしても激しい損傷で、ちょっとびっくりですね。これだけやられているとはなかなか思ってませんでしたけどね。驚いたというのが、原子炉圧力容器の下で確認された設備の激しい損傷。下が空洞になってますよね。ですから、あの部分はデブリの熱でコンクリートが溶かされたとか、蒸発をしたというようなことが考えられますね。撮影されたのは原子炉圧力容器真下にあるコンクリート製のペデスタル付近、圧力容器を支える土台にあたる部分です。本来コンクリートで覆われているはずのこの場所、映像からは空洞が確認でき、鉄筋が露出してしまっています。デブリの熱は2800度ほどとされていて、コンクリートを溶かしてしまったとみられます。土台に大きな損傷が確認されたことで、原子炉の安全性に懸念が出ています。下がもろくなれば、原子炉を支えきれられないとか、大きな地震によってまたその壊れるというリスクがあるわけですね。なのでそこはしっかりと耐震性を評価していかないといけないと思いますね。また確認された原子炉の損傷の程度は2号機3号機よりも1号機の方が大きいとみられています。やはり1号機が一番最初に炉心溶融を起こしていますので、冷却できなかった期間が長いんですよ。その分燃料デブリが熱い状態で下に落ちてますから、土台とかその辺を、大きく損傷した可能性があるわけですよね。一方、今回の映像にもデブリとみられる大量の塊が確認できます。これらも、デブリの可能性が高いですよね。こういったその大きなものはやっぱりいっぺんに取れないですし、他のものとやっぱりこびりついて固まっているので、こういうものは切ったりしていかないといけないわけですよね。ようやく明らかになってきた原子炉内部の状況。廃炉を安全に進め、リスクを低減していく、さらなる取り組みが求められそうです。